えー、今日はですね聖書の遺跡をめぐる「旧約聖書」シリーズの22回目ということですけれども先、えー、回ですねあのダビデがサウルのもとを逃れてそしてエンゲジというそういったところにやってきてですねまあ視界のほとりにあるそういったところですけれどもでそこでこうサウルとこう対峙をするあとにですね、えー、サウルと別れてダビデが 要塞要害へとやってきたっていうそういったくだりがあるのを今見ていきますけれども、えー、そして、ね、そのダビデがここに逃れてきたであろうそして立てこもったであろうっていう、えー、要塞それはですね「マサダと呼ばれるそういったところですね、まあ、マサダ要塞というとですね。 今、とても有名な観光地になっていて、そしてイスラエルに行くツアーではですね、ほぼここを回っていくっていう、そういった場所になってますよ。これは何が有名かというと、 ここにはです、ね、ヘロデ大王の要塞宮殿があった、えー、そしてなんとここはですね、えー、ローマ帝国によってイスラエルエルサレムが滅ぼされていくという紀元70年にユダヤ戦争そしてエルサレム陥落、えー、その後もですねユダヤ人たちはこのマサダの要塞に立てこもって、えー、そしてローマ軍とこうに包囲されながらですね3年間持ちこたえて、えー、そしてマサダの陥落によって ユダヤ人たちの,そのユダヤが滅ぼされていったというそういったユダヤ戦争最後の砦としても知られているとても有名な場所なんですね。まずですねそれはどこにあるかっていうと司会のほとりですね。 まあこの地図でいうと、まあ前回見たのはエンゲジっていうそういった場所がありましたね。えー、すなわちエンゲジっていうのはここにダビデがあこうやってきてですね、そしてサウルのもと流れてやってきた。まあそこにはですね、こういったオアシスですから水が出ていて、えー、そしてこれダビデの滝と呼ばれている、まあダビデがここに来たということにちなんでつけられた、えー、そういったこう滝が流れているとても緑豊かなそういったオアシスであったということを前回見ましたけど、 けども、その近くにはですねこの「マサダと呼ばれるその砦の場所があるわけなんですね。まあ、この近辺っていうのはもうねこうユダの荒野ですよね不毛の大地が広がっていて、えー、そして視界に面してですね、断崖絶壁が続いているっていうそういった中に、えー、この「マサダという場所はあってですね、えー、まあこの これはですね、サムエル記の第一24章の22節に、えー、こうありますね。すなわち、エンゲディで、えー、ダビデとサウルが別れるという、そういった後ですね、えー。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は妖怪へ登っていった。 まあ日本語の聖書を見ますと、ね、ダビデとその部下が、妖怪、要塞そういったところに、えー、登っていったっていう書いてある。これはヘブル語では、えー、マサダ、ね、マサダという表記になります。えー、マサダへ登っていったっていう、そういったことになるんですね。まあマサダっていうのは、そういうわけで、ヘブル語で、まあ、妖怪っていうふうに翻訳されたり、 要塞っていうふうに翻訳されたり、あるいは砦とか城とかとも翻訳、日本語にはできる。そういった一般的な名詞なんですけども。まあ、ダビデがですね、エンゲジから来たマサダ。それは自然の要害だったんですけども、一般的にこのエンゲジの近くにあるこのマサダであろうというふうに、まあ、それが通説ですね。そういうふうによく解釈されるわけなんですね。それはどういった知見になっているかというと、 まあこれはですね、自然のそういった地形でもってですね、こう孤立した、なんていうんですかね、こう周りから隔絶された、 断崖絶壁が四方で取り囲んでいるってそういったところなんですよ。え、これ、マサダなんですけども、この四方っていうのが断崖絶壁に囲まれているんですね。え、ですから、容易にこんなところには登ってこれないという、そういったところ。まあ、ここに立てこもっていれば、もう安全ということですね。え、というのは、このマサダの要塞、このてっぺんに登っていくにはですね、え、実は、 こう道がですね今こう影になってますけれどもこんなふうにですね曲がりくねったこういった道でもってその断崖絶壁を登っていくっていうそういったことでまあこういったあの曲がりくねった道があることからこれはあのスネークパス、えー、蛇の道というふうに呼ばれているんですねまあここを登も登っていかないと他に登っていけないあるいはですねこういったところに敵が登ってきたならば上から容易に攻撃できますのでもう簡単にはです、ね。 攻略できないようなそういったところになっているわけなんですねちょっとこの写真を見ていきますとですねこのダビデがここに立てこもったであろうというそういった要塞に上っていくにはですねこれ上の方から見てますけれどもこれ分かりますかねこう白い線でですね えこういったふうに道がついていて曲がりくねったこういう道を登ってこないと上にたどり着けないというそういったところなんですね。そしてこれはまあ蛇の道というふうに呼ばれていますけどもまあこれあの多くの環境客観光客が毎日何百人というふうに訪れますからねえそこにはですねこうロープウェイ まあケーブルカーロープウェイが通っていてですねまああのそこでロー,プロープウェイで行くと3分で登っていくんですよでも歩いていくと45分ぐらいまああの足の状態によりますよで1時間以上かかる方もいれば見学の方はですねもう欠けるように登っていって30分で着いたりするんですけれどもまあ私もですね何度か、えー、登ってあるいは下ってっていうことをしたことありますけどもまあ皆さん大体お連れするとケーブルカーで行くんですけれども ね、でも、えー、ここ歩いてみたいっていうそういった元気な人がいる場合はこう歩いてですね、えー、行くわけなんですね、えー、そしてですねこれはこう蛇の道も上の方に行きますとこういった断崖絶壁に沿ってですねこんなふうに行くわけですよ、えー、ですからこんなところをとてもですね敵は攻めることができないもう上から石なんか投げられたらそれでも転がり落ちていきますからね、えー、こういった地形に になっているわけです,、ね、ですから絶対にこういったところに立てこもっているならば攻撃されることがないそういった自然の要塞になっているわけなんですね。 えー、そしてまあこれは頂上付近の蛇の道ですけれどもね、まあ、この時はみんなで降りていったんですけれども、えー、こんなふうにですね険しい斜面になっていますよねこれが、えー、正田の要塞そしてそこにはケーブルカーがです、ねまあ、断崖絶壁にですねこういう風に作られて、えーまあ、観光用にこういったケーブルカーが作られて、えー、そしてもう毎日何百人っていう人々がですね世界中から訪れるというそういった場所になっています。 えー、そしてその頂上に着きますとなんとですね広大な平らなところが広がっているわけなんですね、まあ、そこにいろんな遺跡が残っているわけなんですけども、まあ、これはですねもう視界を見下ろすようなそういった広大な平らな土地が広がっていて、えー、実はここにですね、まあ、ヘロデ大王というとまあ新約聖書時代になるわけなんですけども、まあ、ここにですねもう何年間も自分,が自分たちが兵士を従えて立てこもって いくことができるようにです、ね、もう巨大な倉庫と貯水槽を備えてですねそういったあの要塞宮殿を建設したそういった場所になっているわけなんですねそしてここにはですね、まあ、めぼしい遺跡としてこの一角がありますけどもここには何があるかというといろんな倉庫があったりするんですね。 まあこれは、えー、もう何年間もの老城に耐えるだけの食料を大量に蓄えておくためですね、まあ、現在このように見られる遺跡というのはヘロデ大王が紀元前37年から31年にかけて建設したというふうに言われていますけれども、えー、そういった要塞宮殿の遺跡が残っているわけですね、えー、まあここには多くの区画を設けた倉庫の遺跡が広がっていますまあここにはなんとローマ浴場なんかもあるんですよ まあ、どういうことでしょうね。もう、要塞に立てこもりながら、そして贅沢な暮らしをするためにですね、もう、ローマ式の浴場まで備えた、そういった要塞宮殿であったということですね。これは倉庫の一角なんですけれども、まあ、ここにですね、大量の食料を蓄えていたということですね。そして、 まあこれもそうですね。多くの区画を設けた、そういった倉庫の遺跡がこう広大なですね、土地を占めている、その遺跡なんですね。そして先ほどローマ浴場なんていうのもありましたね。これはですね、こう、その、 真ん中にあるわけなんですけれどもその中を見るとですねこれは典型的な、まあ、ローマ帝国時代の遺跡、まあ、世界中に見られますねギリシャあるいはトルコとかあるいはまあイスラエルの各地にもですねこういった床下にですねこう円柱形のそういったスペースが円柱でもってこう支えているスペースが設けられていますけれどもねそこにこう炉で熱した空気をですね、まあ、こっちが炉の。 遺跡なんですけれどもそしてこう温風を通してですねそして床から温めていくっていうそういった典型的なローマ式の浴場の遺跡がここにもあるわけですね、えー、そしてこれはですねその浴場の外にはですねここで火をくべたっていうそういった、えー、窯の跡炉の跡が、えー、遺跡が残っていますね、えーまあ、こういうふうにですねヘロデ大王はですねこうぜいたくな、えー、そういった暮らしをするためにこういった要塞宮殿っていうのは他にもいくつか あります、まあ、前見ましたのはですねベツレヘム郊外にはヘロディオンっていうそういった要塞宮殿なんかもあったりするわけですけども、まあ、ヘロデ大王はこういった要塞宮殿を国内のあちこちにですね、えー、建てていったことが知られているわけなんですね。こ、えー、このの崖崖にに面したた北側の崖にはです、ねえー、こういった 特徴的な地形をしたそういったものがありますよ。実はこれはですね、彼が建てた宮殿の跡なんですね。なんと崖に面してですね、宮殿を、こっちですね。まあ、これは現場にこう飾ってあったそういった復元創造模型なんですけれどもね、この三段になっていてですね、 えまあ一番上のところそして中腹にはこういったタワーを設けてそして下にはこういった宮殿を設けていたであろうという、えー、まあこの土台礎石しか出てないもんですから上の形というのはあくまでも想像なんですけどもまこういったですねこう崖に。 飛び出ているような、そういった宮殿が作られていたというわけなんですね。まあこれは空中宮殿とも呼ばれる、ね、北の崖に面した三段になっている、そういった宮殿ですね。えー、そしてですね、まあこれは外から見た、そういった 写真なんですけどもねこれはライトアップされていますけれどもこういったふうにですね3段になっているそういった宮殿がここに作られていたということですよ。まあ、そこにたどり着くにはですねこの崖を降りていってそしてこうねスロープがついていて今階段がつけられていますけれどもそういったふうにアクセスすることができるそういった宮殿。 えー、そしてですねまあこれ <laughs> 上から見下ろすとですねもう断崖絶壁でそしてこう視界の荒野が広 広がっているわけなんですねこれは宮殿の上から見ているその周りの様子ですけれども、まあ、ここにはですね断崖絶壁が広がっているんですよ。ね、こういったふうな大地溝帯を形成したようなそういった陥没したそういった地層の様子が分かりますしそしてですね、まあ、なんとこの下の方を見ますとですねこれ実は ユダヤ戦争においてこのユダヤ人たちがこのマサダの要塞に立てこもったという時にローバ軍が包囲するんですね。 えー、そしてなんとですね、三年余りこの包囲をして、そしてやがて陥落していくっていう時に、えー、周りにはですね、こういったローマ軍の駐留のキャンプの跡が2000年経った今も、えー、その痕跡が素跡がですね出ていて、あるいはこちらにはですね、壁が設けられていますね。えー、これはマサダの要塞に立てこもっているそういったユダヤ人たちが逃走することができないように、もうマサダ全体をですね、こう壁で囲って、えー、そして逃亡 するのいいだっていうそういった後まで2,000年たった今も残っているわけなんですね。 えー、そしてこれは岩場崖沿いにですねこうスロープがつけられていてそして、えー、こちらの宮殿の方一番下の宮殿の方に降りれるようになっていますねこういうふうにスロープで持って降りていくわけなんですけども、えー、そうするとですね、まあ、なんと2,000年たった今もですね、えー、鮮やかなフレスコ画なんかが残っているそういったヘロデ大王の宮殿を見ることができます。えー、もちろんです、ね、こう上の方の方構造物って っていうのはみんななくなくっっててしま礎石がようやく残っている下の部分が残っているというそういったところなんですけどもね、えー、しかしこういったあの鮮やかな色のフレスコ画が。 えこう発掘さされれてててそし保存いますねまあきらびやかなですねこう鮮やかな色で飾られたそういった宮殿であったことをしのぶことができますけれどもまあ一度行った時にはですねこの方トランペットを持参してくださってまあ行く先々でもってですね賛美をしてくださいましたけれどもねこの時もヘロ・デ・大王のこの宮殿でもってトランペット演奏が行われてまあ多分ヘロ・デ・大王が ですね、ここに来た時にはそういった宮殿の間でもってこうなんか音楽なんかを催したでしょうから、ね、かつて2,000年前にここでですねそういったことが行われていたというそういったところであるわけなんですね。さあ一度行きました時にはですね珍しくこの日はですねなんと雨が降りまして。 まあ皆さん雨が降るとですね、行、えーまあえー、った方々は残念があるわけなんですけどもね、せっかく来たのにこんな天気じゃなくて雨なんか降っちゃった。私は大喜びで、なんとこの司会のほとりのこんな場所で雨が降るなんていうのは一年に数回ですからね、もう珍しい珍しいで私は喜んでたんですけども、えー、これ宮殿の方から見ますと、上の前の方のこう雲から 雨が落ちているのがわかりますね、これね。えー、こう黒くなって、ここが大雨になってるんですよ。えー、これあの、私たちが行った時には、この、マサダの要塞が大雨で、 えー、そしてあの雨宿りしないといけないそれがこうだんだん雲がですねこれ見ると北の方に移動していって向こうの方で、えー、雨が降っているわけなんですけどもね、えー、これは珍しいですねこういった視界のほとりでこんな風にですね雨雲が立ち込めてそして雨が落ちているなんていうのはですね本当に珍しい写真なんですけれども、えー、なんとそんな時にですね私たち宮殿の方にいましたら突然ですね 異変が起こりましたよ何が起こったかというと髪の毛が逆立っっていったんですよ、えー、皆さんわかりますこの写真だとちょっとわかんないかもしれないですけども大きくするとですねエメリータの髪の毛がですね、えー、みんなこんなふうにですねこう立ってるんですねこれ周りの皆さんもそうだったんですけども一体何事かっていうとこれはですねまあ雷雲の静電気ですね。えーこう こう電気が帯電してですね、静電気が溜まってきて、それでもって、こう、上の方の雲の方に引っ張られて、こんなふうに髪の毛が立つっていうの、まあ、珍しい珍しいと思って、こうね、皆さん喜んで写真撮ってたんですけども、ふっと気がつくと、危ない。これは雷が落ちるかもしれないということで、これは危ないということで、早々に退散したことがありますけれどもね、何の話をしているかというと、まあ、ヘロデ大王のそういった要塞宮殿、やが でここがですねユダヤ人たちがローマ軍に反乱を起こしてそして立てこもるというそういった場所になっていきますここにはですね何の遺跡があるかっていうと珍しいものが出ていますこれはユダヤ人街道の遺跡なんですねユダヤ人街道の遺跡がここに出ているわけなんですけれどもこれ皆さんねマサダの要塞に出ているこのユダヤ人街道っていうのは国内においてはイスラエル国内においては 最も古いね歴史上最も古いイスラエこうユダヤ人街道の一つなんですよ。と、えー、いうのはこの街道っていうのは。 まあ皆さんわかかりますかねどういった形をしているかっていうとこの紀元1世紀イエス様時代のユダヤ人街道というのはこう四角形正方形をしていてそして周りをこうベンチが作られていてそして周りからこうねみんな座って真ん中で聖書が朗読されるというそういった形なんですけれどもこのマサダの要塞のユダヤ人街道というのは ヘロデ大王が作ったものではない、ね。ヘロデ大王がそうやって自分の要塞宮殿の中にユダヤ人街道を作るなんてことはしないわけなんで、後からすなわち 実は紀元66年にこのユダヤ・ローマ戦争が勃発してですね、そしてユダヤ人たちがこのマサダを占拠したんですね。マサダをこうね、自分たちのものに占領したんですよ。その時に彼らがユダヤ人カイロを作るために、そもともとあったこういった建物を改造したんであろう。ですからここにこうこんな 建物、部屋がありますでしょ。え、これはもともと作られていて、それをですね、ユダヤ人街道にしたもんですから、え、こう、 完全な四角形にすることはできなくて、この部屋が残ってしまっている。まあ実はこの建物の部屋の中からですね、旧約聖書の巻物なんかが発掘されたりしてですね、これが確かにユダヤ人街道だったということが分かったわけですし、あるいはここに建てられている真ん中の柱ですね、こういった真ん中の柱っていうのは、これはヘロデ大王が作った宮殿から持ってきた。 ものだとそうするとですねこれは紀元66年ぐらいに作られたユダヤ人街道であってまだエルサレム神殿が残っている、まあ、エルサレム神殿は紀元70年に滅ぼされますからねそれ以前のものであってイスラエル国内では最も古いユダヤ人街道の一つであるということになるわけなんですね。ここういったたももののありまますすし、ま、たですねこのユダヤ 戦争っていうのを先ほど言ってますけれどもこれは何かっていうとこの紀元70年にエルサレムが陥落していくっていうそういったローマ帝国によってですねそして紀元73年にこのマサダの要塞が陥落してそしてユダヤ人たちのこのユダヤ支配というかユダヤの土地が失われていくというそういったアクターだったんですね実はこの紀元70年にローマ軍によっていよいよエルサレムが包囲されてエルサレムが陥落していくっていうその 時にそこから実は多くの人々が抜け出してきて、ね、逃げてきてそしてこの正田に立てこもった籠城したそれは967人のユダヤ人たちだったっていうふうに伝えられていますけどねですからこの正田の要塞に立てこもった967年が「 967名がですね3年間持ちこたえてやがて紀元73年に陥落していくんですけどもあこの写真はですね夜ライトアップされているそういった正田ですね、えー、これ実は正田の,の要塞、えー、夜行きますとこういったあのライトアップして、えーまあ、これは正田のサウンドライトショーっていいますけども、ね、こう光と音楽音でもってこの正田の、えー、物語を あ、well っっていくっていうそういくううそたこのように遺跡をライトアップしながらユダヤ戦争でエルサレムが滅亡していってそしてローマ軍に包囲されたこのマサダが陥落するまでの、えー、その悲劇をですね、えー、こう物語るっていうそういったショーが行われているんですね。えー、ですからこれ、えー、観客席がここにありますけれどもそして、えー、このね北の宮殿がライトアップされていますけれどもね、えー、こういったものを見ることができるわけなんです。 ですねえー、さあそうしますとこのエルサレムからですねマサダへと逃げてきた967名の、えー、まあもともと正にはもう何名かいたでしょうから、えー、何人逃げてきたんでしょうか。このエルサレムから 逃げてきたわけなんですね。そしてこのマサダへとやってきたっていう。えー、それは何かっていうと、実はエルサレムにおいて、いよいよローマ軍によって、こうエルサレムが包囲されて、もういつ神殿がこう滅亡するか、陥落するかっていう、そういった時にですね、えー、実は、 そのところからですね、人々が逃げてきたということですね。これはですね、エルサレムの遺跡の中でですね、一番南のところでシロアムの池がありますけども、シロアムの池から神殿へと登っていくという、そういった一本道があるわけなんですね。その遺跡が出ているんですが、これがそうですね、メリタが立っていますけども、手前の方がシロアムの池で、ここからずっと階段で登っていくと、エルサレム神殿。 神殿へと到達するっていうそういった中央の通りの遺跡が出ているんですね。そしてその通りの下にはですね、実はこういった排水口が設けられているんですね。ま下水道といいますかね。まこれは典型的なローマ様式あるいはヘレニズム様式の遺跡には出てくる立派な通りの下にはですね、排水口が設けられていて、実はこの排水口の通 で、え、紀元70年に、いよいよエルサレムが陥落するっていう、そういった時に、こう、多くの人々がそこから逃れてきた。エルサレムを脱出したっていう、そういったところでもあるんですね。えー、これちょっとあの説明書きましたけども、紀元70年にローマ軍によってエルサレムが包囲されて滅亡するっていう、その直前に、一部のユダヤ人たちは、この排水溝を通って場外へ、エルサレムの場外へと脱出した。 実はそのことはですね、すぐにローマ軍によって気づかれてですね、この時気づいたローマ兵はですね、この排水溝の中にこういっぱい人が逃げようとしていた、それをこう殺害したんですね。 えー、そして、こう、だしようやく脱出できたユダヤ人たちは、マサダの要塞へと移動して、最後の抵抗を試みたという、そういった、えー、歴史があるわけなんですね。えー、ですから、こう、私も何度も行きますけども、この排水溝を通っているときにですね、ああ、ここで何人もの人がですね、ローマ兵によって殺された、そういった現場なんだということを思わされて、それがですね、マサダへと続いているという、そういった、えー、ことなんですね。 えー、さあ、そういうわけでまたマサダに戻ってきまして、そうしますと、えー、ここに多くのユダヤ人たちが立てこもったということで、早速ですね、 こう、ローマ軍はここを包囲するんですね。え、ここを包囲して、そしてこの上に立てこもっている、え、ユダヤ人たち、967年。でも、え、ローマ軍はですね、攻撃できないんですよ。攻撃できないっていうのは、あんなところに登っていけないですからね。えー、まあ、ですから手をこまねいて、3年間包囲するんですけども、え、その時にですね、こう、こういった、皆さんわかりますかね、こう、ローマ軍の、 先ほども見せましたけれども、こういったあの、キャンプの跡がいっぱいあるね、8つあるんですけども、こういったキャンプの跡と、そしてずっと正田を取り囲んで、こう壁を作って、誰も逃げることができないように、まあなんと2000年前のそういった遺跡がですね、今でも見えることができるわけなんですね。ちょっと写真で見てみますと、ここ、 今行きますとここはのロープウェイの、えー、そういったあの、ね、施設がありますけどもねそしてロープウェイで登っていくという、えー、その下にはこのいったローマ軍のキャンプの遺跡が 広がっていますし、あるいはですね、こっちの方にもありますね、ここにも、えー、ローマ軍のキャンプの跡があって、まあ、ここに大型観光バスがいっぱい止まってますよ。えー、これちょっと数数えてみると、この時には、まあ、マサダの要塞に千人近く、何百人という観光客がいることがわかりますね。こういった大型観光バスが何台も止まってますからね。えー、そしてここのの横にはまたこの、えー このローマ軍のキャンプが、の遺跡がありますし、そしてこういったずっとですね、えー、それを取り囲んで、壁が設けられていて、ところどころこう、黒くなっているのは、ここに。 塔を設けて監視塔ですね、えー、そして、常に監視していたという、そういった痕跡が残っているわけなんですね。えー、そして、先ほど見せましたように、この宮殿の外、えー、北側ですね、ここにもローマ軍のキャンプがありますし、あるいはですね、この崖の上、 えー、崖の上これ断崖絶壁になってますけれどもそしてですね、えー、これは西側のところですねそこにもこういったローマ軍の多分これが本部だっただろうというふうに言われますね、えー、これがこうローマ軍の本部がここに置かれてですねそしてこちらにもキャンプの跡そしてずっと壁の跡がですねここにつながっていますけれども、えー、こういうふうにですねこうローマ軍が正田をこう包囲して。 えー、そしてこうういいたというわけなんですね、えーまあ、皆さんこの崖の上にもですねこうキャンプの跡がありますよ小ちっちゃなキャンプのある跡がありますけれども、えー、こういったあの断崖を谷を隔ててこういったところにもキャンプが設けられていて、えー、このキャンプっていうのはですねちょうどマサダよりも高いところにあるもんですからここ,へここからこうマサダの中で,です、ね、何が起こっているかっていうのをみんな監視することができたというそういったところなんですね。 えー、そしてですね、ローマ軍は、えー、容易には攻撃できないので、何をしたかっていうと、実は、えー、このようにですね、ここ実は断崖絶壁だったんですけども、そこを埋め立てたんですね。これ、わかりますこう谷を埋めて、 埋め立てててそしてスロープをつけたんですね、まあ、断崖絶壁に登っていくことはできないので、えー、そういったですね谷を埋めてですねスロープをつけたっていうそういった大工事をしたわけなんですよ。 このようにですねローマ軍は西の谷を埋め立ててこれライトアップされてますけどねこの部分がこう埋め立てたところなんですねそして城壁に達するようなそういったスロープを建設するっていうそういった大規模土木工事を行ったというわけなんですねそしてこれがですね谷を埋めてローマ軍が建設したスロープなんですけども向こうの方からずっとですねこういったスロープをつけてそしてここに達したっていうわけなんです えー、そしてですねこのスロープの建設工事には大量の多くの人数のユダヤ人捕虜たちが使われた、えー、もうエルサレム陥落してますからね紀元70年に、えー、そしてですねそこで捕まえられたユダヤ多くのユダヤ人たちがこの工事にこう使われたわけなんですよ、えー、そうするとですねなんて言うんですかね、えー、スロープがやがて完成するんですけれども、えー、この工事 なんていうんですかね。こう 下に見えるわけでしょスロープが作られていくの。それを上から攻撃するんですけれども、しかし、その働いている人たちが同胞ですからね、ユダヤ人ですからね。ですから、それを攻撃するのがためらわれるという、そういったことが起こったそうですね。そして、スロープがやがて完成していった紀元73年にスロープが完成して、そしてですね、この上からですね、スロープを伝って、この城壁が破られていくっていう、 もう翌日にはもう、城が、城壁が破られて、そしてローマ軍が突入してくるっていう、その時にですね、何が起こったかっていうと、なんとローマ軍が城壁を破る前夜に、ね、前の夜に、自ら建物に放火したっていうんですね、火を放って、えー、そしてこう、みんなこう、えー、ダメにしたっていうんですね。えー、そして、えー、彼らは、こう、囚われるよりも、 ね、ローマ軍に負けて囚われるよりも、自らの死を選んだっていうんですね、えー。そしてユダヤ教ではこういった自殺っていうのは許されないですから、ね、誰がこう他の人を殺すのかっていう、そういった役を決めて、えー、最後に残ったその一人が自害して果てたっていう、そういった悲劇がここで起こったわけなんですね。えーまあ、このライトアップのショーではですね、こリ,リアルにですね、こう 何て言うんですかね、こう、スモークを出してですね、こういった仕掛けがしてあってですね、えー、そしてこの建物が火が放たれて、そして滅んでいくという、そういった様子をですね、再現して、えー、ありましたけれどもね、えー、そしてこのローマ軍がその ここを破って入ってきたんだっていうその場所スポットがあるわけなんですね。まあ、これは一部ここだけ城壁がなくて他はこう城壁の跡があるんですけどもここのスポットだけその城壁がないっていうそういったスポットですね。それがこの城壁の破れ口からこう見下ろしたスロープ。ここをですねローマ軍がこうやってきてそしてマサダの要塞が陥落していったっていうそのところそしてですね この場所ですね。 まあ、作してありますけども、ここが城壁がなくなっている部分で、ここがこの城壁を破ってローマ軍が突入してきた、その場所であるということが、えー、言われる看板に立ててありますけどもね、えーまあ。しかし、この突入してきたローマ軍の兵士たちが見たものは何かというと、焼け落ちた建物ですよね。えー、そして960人の死体がそこにあったっていうんですよ。えーまあ、なんとそこでですね、二人の女性と五人の子供たちが、 こう隠れて、穴に隠れて生き延びたっていうことが分かっているわけなんですけども、しかし960人の死体があった。えー、そしてこう建物はことごとく焼け落ちていたんですけども、なんと倉庫は焼かれていなかったんですね。 え、倉庫は焼かれておらず、ね、これはローマ軍に見せつけるためですね。あと何年分もの食料が残っていたわけなんですよ。え、ですから私たちはここに何年もの間まだね、立てこもることができたんだということを見せるためにわざとその食料倉庫は焼かずにローマ軍に見せたっていうふうに言われていますね。 まあ、こういった、えー、マサダの悲劇が起こったわけなんですけども、そしてですね、この遺跡の一部にはですね、こう、名前、ね、人々の名前が書かれた陶器の破片が見つかったんですね。えー、これは何かっていうと、こう、誰が、 他の人を殺す役になるのか、そして最後に自決するっていう、誰がそれにの役をするのかということをくじで決めたらしいですね。えー、そして、こう、くじ引きをするために名前を書いたこういった陶器の破片があってですね。まあ、このようにこの場所で、えー、そのくじ引きが行われて、えー、そして、こう、まずですね、えー、それぞれの男性がですね、自分の家族を殺したんですって。 えー、そして自分の家族を殺して、えー、そしてこう、なんていうんですかね、えー、お互いに殺し合ってですね、そして最後に残った一人が自決していったということが言われる、えー、わけなんですね。まあそういうわけで、紀元73年のマサダの陥落でもって、これでユダヤ人たちは国を失った。ね、ユダヤのその地方を失ってですね、えー、それ以降、ね、近代、 イスラエルの建国に至るまでの2000年余りをですね、ルロ浪の民となって世界に離散していったというそういった歴史ねそれがマサダの要塞この悲劇であったわけなんですねまあそういったことがですねありますのでまあ今のイスラエルの人々ユダヤ人たちはですね、こういった国を失うという悲劇を二度と繰り返さないんだというそういった誓いを立てるわけです ですね、そういうわけでイスラエルではですねマサダは二度と陥落せず。 ねマサダは二度と陥落せずっていう、そういった言葉が合言葉になっているそうですね。えー、そして、こう、イスラエル軍の入隊の、えー、そういったセレモニーなんかも、このマサダの要塞のこの場所で行われているということをお聞きしますけれどもね。えー、ですから、こういう大臣たちにとっては、とても大切な、えー、こう、記念すべき、そういった場所になっているっていう、えー、それがマサダの要塞であるわけですね。 まあやがてですね、このマサダの要塞もですね、こう、ローマ軍によって陥落して、そして、え、キリスト教化していくローマ帝国において、なんとここに修道院が建てられたっていうんですね。そういった遺跡も残っています。これは、え、紀元5世紀から6世紀にかけてのビザンチン時代。で、ローマ帝国がキリスト教化していった、その時代の教会の遺跡がマサダの上に建っていてですね、まあここで修道院なんかが作られて、そしてクリスチャンたちが修道 祖たちがここに住んででいたであろうこういった一部モザイク画の床なんかも残っていてですねこういった立派なビザンチン様式の礼拝堂がここに建っていたことがあるわかるわけなんですね。まあ、やがてこういった場所もですねこうイスラムによる支配っていうそういった浮き目にあっていく時にクリスチャンたちはここから姿を消していってそしてアサダの要塞は近代に至るまで放棄されていてその存在すらも知られていなかったとっいうそういった 歴史にななっていくわけなんですね、えー、まあこういったマサダの要塞というのは、まあ、ダビデにもゆかりのある演、ね、劇から逃げてきてそしてマサダの要塞に立てこもったであろうというそういった場所とも言われているわけなんですね。